国道265起点付近三重県島市の賢島港島市各所を結ぶ船が出ている。国道265終点三重県北室郡紀北町片上南交差点国道2 6 5号は三重県島市から北室郡紀北町に至る一般国道である。三重県の伊勢島国立公園内にあり、島半島の南東部の阿護湾内に位置する島市、阿護町児島から、 太平洋岸沿いに東から西へ取りやす式海岸を塗って、熊野灘にある木長島地域を結ぶ延長約 120km の一般国道で、主な通過地は同志大王町、島町、浜島町、渡来郡南伊勢町、大樹町である。かつては片側交互通行区間があったが、現在ではバイパス道路の開通により解消されている。との養殖で、 名高いアゴ護ンをはじめとする島の風光明媚な入り組んだ湾を望むリアス式海岸沿いの道路は海と海岸線で生活する地元の重要な生活道路であり海を一望する快適な観光道路となっている1987年8月10日の道の日に真珠の海を一望する景観の優れた道として 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り、三重県南伊勢町、大気町間にある通称、棚橋峠を貫く棚橋水道は、国道260号の旧道で、その水道の福音の狭さを強調する形から、 多くの国道愛好家を驚かせた国道として知られていた。1985年の半島振興法の施行を契機に島半島の道路改良が進められ、2015年の西木峠のバイパス全線開通により国道指定を外された。島バイパス30県島市島城越がにて、島市島町餃子から浜島町までの阿護湾入り口は、 延長2 5トルの海上区間で陸路は分断される。魚座港と対岸の浜島町、浜島港へは、島マリンレジャーが、賢島浜島航路として定期船を運航する。ただし、1日5便ほどと便数は限定的で自動車の輸送手段はなく、自転車程度の軽車両を積むのが限度となる。橋梁、編集島大橋トンネル、編集孫太郎トンネル、 北室郡北北町、東、長島大雨などの異常気象時に事前に設定した基準の雨量に達した段階で通行規制する区間が設けられており、下記の区間において時間雨量、連続雨量どちらか一方が基準値を超えると通行止めが実施される。平日24時間交通量起点の賢島から阿吾湾を半周するように島から先島へと走る。賢島では、 新珠養殖以下だが、阿護湾に浮かぶ様子が見える。太平洋と阿護湾に挟まれた大洋町は、継承地に恵まれた絵描きの町としても知られており、太平洋岸の船越海岸沿いは、天の作業風景が望め、道路と海と地元の暮らしを実感できる伊勢島ならではの場所である。島市浜島町から南伊勢町に至るまで、 太平洋沿岸のリアス式海岸を望むことができ、入り組む5カ所湾の沿岸を縫いながら、南東大橋と阿蘇浦大橋の親子橋が架かる、阿蘇浦、逃重湾や新前湾、小和浦湾へと続いており、この辺りは道路の線形も入り組み、山が海岸まで迫る地形のためトンネルも多い。西木湾の大気町の西に、熊野流れクリエーション都市の木北町へ進むと、 国道42号に接続する。交差する道路三重県島市三重県渡来郡、南伊勢町30県渡来郡大気町30県、北室郡紀北町。ありがとうございます。